クラゲといえば、ふわふわと水中を漂う、そんなイメージです。しかし、イソギンチャクのように何かに張り付いている時期もあります。日本全国で観察できる水クラゲの仲間の生活感を見てみましょう。水クラゲの受精卵が成長すると、プラヌラと呼ばれる姿になります。その次には、イソギンチャクのような姿のポリプとなり、岩や貝殻に付着して生活します。この間に水温が低下すると、ストロビレーションが起こります。ポリプが縦に何個も積み重なったような姿になり、その一枚一枚が剥がれ、エフィラになります。エフィラが成長すると、よく知られたクラゲの姿、メデューサになります。メデューサの姿のクラゲは、精子と卵を作り、次の世代の受精卵ができます。生活間のそれぞれのステージを詳しく見ていきましょう。まずはプラヌラの姿です。プラヌラはとても小さく、長径でも 0.2 ミリメートル程度ですが、刺胞をすでに持っています。繊毛と呼ばれるたくさんの細かい毛で覆われており、それを動かして回転しながら泳ぎます。泳ぐことはできますが、口はなく何も食べません。次はポリプと呼ばれる姿です。ポリプの姿もとても小さく、2ミリメートルにも達しません。イソギンチャクのように付着生活をし、分裂や出芽によってクローンを作り増殖します。ポリプはシャーレのような小さな容器でも飼育することができます。餌にはブラインシュリンプを与えます。ブラインシュリンプを触手で絡め取って食べる様子をご覧ください。水温が低下すると、ポリプにはストロビレーションが起こります。触手のすぐ下からくびれができ始め、くびれの数が増えていきます。やがて先端側から1個体ずつエフィラとなって剥がれます。エフィラになるとふわふわと泳ぐようになります。飼育は丸い容器で行い、常に水流が回り続けるようにします。さらに成長すると、メデューサと呼ばれるよく知られたクラゲの姿になります。ポリプの時とは違って、メデューサではオスの個体とメスの個体に分かれています。メスには触手の付け根に子供を育てるための袋があります。ここで次の世代となる受精卵が育ち、プラヌラになります。このように水クラゲはその一生を通して様々な姿になります。そしてそれぞれの姿に特有の生活があります。水クラゲの名前はよく知られていますが、生理学的にも生態学的にもまだまだ研究の余地がある生き物です。あなたも北海道大学で水クラゲの謎に挑んでみませんか？